鉄道作業局百七十二五千六百八十型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、鉄道作業局が千八百九十五年に、自局の神戸工場で四両を製作した、車軸配置にから四から零型で二気筒端式の、飽和式天田機関車で、形式は、アーチ型。 番号は170から173と称した。私鉄国有化を受けて1909年に実施された鉄道員の車両形式称号規定では5680型に改版された。当時、神戸で記者観察法を務めていたリチャード・フランシスト・レビシックの指導により制作されたもので、車軸、タイヤ、キセル、看板等の材料や蒸気道具やその座金、ね。 圧力計、給油機、注水機等の部品はイギリスから輸入した。形態的には、歩み板は前端から後端まで一直線に通されており、演出前板の形状は彼の流儀の前板のみを下広がりとしたもので、弁装置も上意式である。軸挙等の寸法は5130型に近いが、シリンダの小道やストロークは5500型と同じで、 ボイラも5300型や5500型に近かった。ボギー式の先代車は横方向の復元用に板羽を用いたアダムズ式ではなく干渉ゴムのクッションを利用した方式である。当初の配置は中央再線で対象中期には調子に配置され、総武線で使用されていた。その後、仙台鉄道局に移り、1922年7月に全車が廃車された。 製造番号は付されていないが、2から5に相当する。ありがとうございます。